皆さん、お元気ですか？ナビゲーターのイリーナです。今回はこちらをナビ。今回はタイトル通り、海上自衛隊下北航空基地開設65周年一般公開。簡単に言えば、毎年行われる記念行事、通称下北基地。海上自衛隊なので海の上を守る任務。海上自衛隊の航空部隊で前半等を担う。主に地域の空の巡回、巡視、セーラーをする。また各種教育機関もあり、航空機のパイロットや航空士を教育する部隊などが所属。滑走路は長さ 2250m、 幅 45m。 大型輸送機も離着陸可能。それでは場所からご案内。住所は千葉県柏市立内、住宅街と田畑の中にある空港基地。敷地面積約262ヘクタール。東京ドーム約56個分、東京ディズニーランド約5個分の広さ。成田国際空港から車で約43分。基地内にイベント専用の無料駐車場あり、ただし台数制限があるので注意。もちろん買い物以外は全て無料。電車の場合は東武野田線高柳駅、駅東口からバスで約7分。ここが正門、基地の無料駐車場もここから入る。ここからイベント会場の滑走路までは約 1km、 途中受付と手荷物検査所がある。白いテントが受付。ここで会場マップ等をもらう。もちろん記名等はなく、誰でも無料で見学できるが、ペットは不可。この緑のテントが手荷物検査所。簡易的なので軽く中身を見せれば OK。 空港基地なので結構広い。そしてこの辺にトイレはなし。自販機が途中1個あるだけ。画面右、会場周辺には簡易トイレ多数。ちなみに去年2023年の下北基地イベントは大きな式典でしたが、今年は式典なし。今年2024年は見せ物中心、一部中止もあったが、見応えは十分。特に日本唯一のパラシュート部隊、習志野陸上自衛隊第一空挺団の降下訓練は見もの。全部見たい人は別配信のフル動画でゆっくり見てくださいね。出入り口は複数あるようで、あちこちから人が集まってきます。さて、ここが第4格納庫前のメトロ。今、朝一番の飛行訓練をする B1 小隊機が準備中。排気音も風もすごいし、燃料の匂いや熱も感じます。朝一番のお楽しみですね。では展示の航空機を簡単に紹介。まずは CH-47 チヌーク大型輸送ヘリ。パラシュート部隊を運んでいたヘリコプター。午前中は展示、お昼からはパラシュート降下等の訓練飛行。1月の習志野駐屯地のイベントも見ましたが、より近くて迫力満点。このジェットストリームを出しているのが21哨戒機。哨戒機とは簡単に言うと、パトロール、巡回、監視する航空機。この P1 もなかなか見れない急旋回や左右に傾く
して T3C 哨戒機、こちらも海上の安全確認、巡回監視を行う航空機。ここ下岡基地では順次 T1 に入れ替え、いずれはこの基地からなくなるようです。もちろん T1 同様、急旋回やローリング飛行等を披露。ちなみに急旋回時の傾斜角度、バンク角は T3C が45度、 T1 で60度。荷物コンテナの降下も見せてくれる。滑走路とエプロン、待機地区が近くて迫力がすごいですね。朝一番はこんなこともやってます。ちなみに開門は8時です。これは PC-90 練習機、海上自衛隊が使用する航空機で、景気飛行の教育に用いられる。気象条件の影響で目視に頼れない状況でも、航空機の姿勢や高度、位置、進路などを景気のみで測定して飛行する景気飛行の技術を習得するための機体。次は AH-1S 対戦車ヘリコプターとして、当初防衛などの任務に携わっている。当初防衛とは、離島等への侵攻に備えて警戒監視を行う。攻撃を受けた場合は陸海空軍が一体となって防衛奪回作戦を行うこと。このヘリを簡単に言えば対戦攻撃型ヘリ。乗員2名、小型で機動性抜群。C-1 中型輸送機、最大積載量約12トン。日本の川崎重工で開発された機体。通常人員なら60人、完全武装した空挺隊員なら45人収容。全長 29.0m、全幅 30.6m、全高 9.99m、全尾重量約 39トン、最大速度マッハ 0.76、 約 800km/h、巡航速度マッハ 0.65、 約 650km/h。 戦後初の双発ジェット機 C-1 もすでに初飛行から半世紀以上が経過し、2024年度中に全機退役することが決まっている。そしてこちらが C-130R 輸送機。全長 29.8m、 全幅 40.4m、 全高 11.7m、 最大積載量約10トン、乗員4名と定員92名を輸送可能。この機体は用途も多様で、戦闘機や給油機、警戒機、救難機等にも使用。なかなか見れない後方のハッチ内も見せてくれる。急に画質が落ちたけど、これは360度カメラの抜き取り映像。メインカメラのバッテリー切れです。この状況、もちろん充電中。さて、この機体は U-680A 飛行点検機。乗員8名、全長約 19.0m、 全幅約 22.0m、 全高約 6.4m、 最大速度マッハ約 0.8。自衛隊の航空保安施設や航空交通管制施設の機能を点検・評価する任務。SH-60 ヘリコプター主要任務は、対潜戦・対水上戦、警戒・監視・輸送及び救難・通信中継など。全長 19.8m、 全幅 16.4m、 全高5.2m、 乗員4名。ここは売店&フードエリア、第一格納庫の脇の道を入ったところにある。自衛隊関係グッズや各自衛隊の宣伝紹介等多数あり、その他キッチンカーも多数、簡易トイレもある。
中で売り切れるので注意。芝生の上で飲食できる。展示エリアでの飲食は基本禁止。テーブルセットはなし。折りたたみ椅子の持ち込みは禁止ではないが、テント等は禁止。思ったより混んでますね。お酒類の持ち込みも禁止。三脚等は大丈夫のようですね。売店&フードエリアはここしかないので注意。ちなみに手洗い水は自衛隊の小型タンク。天気は曇りですが気温も快適、風もほぼ無風。この辺がフードエリアの終点みたいですね。ここは基地の消防署、空港の消防車が放水をしています。街にある通常の消防車と違ってホースはなく車両から直接放水。広くて何もない空港では消防車が火災現場まで直接走るからでしょうか。ここ消防署では手持ち消火器の体験や防火服での記念撮影も無料でできる。第4格納庫内ではミニ T3C のショーもやっています。ただいま方々の方面と約30分のショーを午前と午後の2回やっています。このショーのフル動画もあるので、そちらもよろしくです。ここは第一格納庫。この中では和太鼓や吹奏楽の演奏をやってます。時間的に撮影はできなかったけど、これは市立柏高校の練習の様子。去年2023年もここで演奏してました。はい、というわけで、今回はここで任務完了。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。また次回作でお会いしましょう。以上、海上自衛隊下草航空基地65周年一般公開会場から、ナビゲーターのイリーナがお送りしました。